はじめに流れだけ告知をします。道案内に興味がない方は適当にスキップスキップ。おまけは神社で YouTuber ならそれを本編にしようと言われそうな恐怖体験というか困難にあったのでご報告です。では行きましょう。 JR 長岡京駅西口から西へ向かいます。天気が良いので街から気軽に行ける展望スポットへ。京都で言うなら並びが丘、船岡山、将軍塚、大岩山、宇治でなら大吉山ぐらいの、ちょっと気晴らしに行こか、で行ける距離。先ほどの JR 長岡京駅の昔の駅名は小渡り。その小渡り駅の駅名看板が現在もこの近くの小渡り公民館に置いてあります。道沿いに設置してあり、シュールで面白いのでいつか動画にしようと思っています。ちなみに小渡りでは終戦間近の昭和20年7月19日、小渡り空襲と呼ばれる機銃掃射があり、当時16歳の女性が亡くなられました。それに関連して駅東口には平和記念碑があります。その女性が働いていた日本輸送機の工場は人間魚雷、回転の部品を製造していたという、何もかもが悲しい話があります。さて、阪急長岡天神駅に近づいてきました。一日の平均乗降人員は 18,711 人。なかなかの規模の駅ですが、お店は北側に集中しており、今走っている南側は寂しいもんです。その北側にはアゼリア通りという珍妙な名前のメインストリートがあります。アゼリアとはツツジ、ツツジの名所である長岡天満宮が由来なのでしょう。ならば長岡天満宮の真正面のこの道こそその名前にふさわしいと思うかもしれませんが、こちらは天神通りと言います。まともです。そうそう、北側にはさらにセブン通りという道もあります。謎です。左が長岡天満宮。この辺りは菅原道真の所領で、在原の成平ら都市化還元を楽しんだ場所だとか。道真が太宰府へ左遷される時に言いました。我が魂長くこの地に留まるべし。そして死後道真自作の木像をお祭りしたのが始まりだそう。長岡天満宮はツツジだけでなく、梅や桜、紅葉に水生植物など四季折々の風景が楽しめますよ。公式インスタグラムで開花などをお知らせしてくれてもいます。丹波街道からの三叉路、木海院寺通りを西へ。木海院寺と聞くとあの凄惨な事件を知る人もいるでしょう。長岡京わらび取り殺人事件、時効になった未解決事件、知らない人は検索してください。あまりにひどい内容ですが、その現場は目的地の走り田神社から 1km ほど離れた山中です。しかしなんだか道の角度が不穏になってきました。私はそこらのご婦人にも負ける超貧客、押して歩きたい。でも動画なので頑張ります。上り坂部分は激遅なので4倍速にします。ふぐぐぐぐぐぐぐぬぬぬぬぬぬぬぐぬぬぬぬぬぬぬぐぬぬぬぬぬぬぬ。そこの太鼓山通りを南から来た方が楽だったかも。ではこの辺りのグルメ情報を2つ。太鼓山通りを南へ400m、そして西へ200m のところに名物がカツサンド、タケノコアンパンなどのベーカリーショップ山口があります。そしてこのまままっすぐ300-400m進むとおしゃれ系豪邸和風カフェカヘイが。気になった方は検索してみてくださいね。観光情報。走り田神社の横の寂聴院、819年創建で、境内入り口の仁王門には1344年に作られた仁王像があります。古墳の石室や日本妄想築発祥の地の石碑なども。少し左にある長岡京市埋蔵文化財センター、歴史ある地長岡京の遺物を入場無料で見ることができます。甲府御岳通りを右へ。ここも変わった通りの名前ですが、
この先の住宅地高風台と200メートルほど竹林の中を通ることから命名されたのかなと。また坂、やっと到着です。ふぐぐぐぐぐぐぐぬぬぬぬぬぬぬぐぐ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 ぬぬぬぬぬぬぬ。もう少しだけ登ります。車道は神社まであるのですが、この時は通行止めになっていました。こちらは式内尊者、起源は不明ですが、縁起式に記載してあることから、それより歴史があるのは間違いないです。最初に神社の看板を三種写真で紹介します。興味がある人は一時停止で読んでください。お得に景観10景とありますが、実は30以上指定されているとか。不穏です。ここからは諸事情によりカット多数、理由はおまけで話します。見えてきたのは感情なわ。毎年1月に氏子がしめ縄を作り吊り下げます。しめ縄には12個の御幣を取り付け、その下がり方によって気候や豊凶を占うらしいです。振り返ると一本杉が見事。本殿と大屋は京都府暫定登録文化財に入っています。では景観の解説を。右の山が天王山、中央奥に見えるのが岩清水八幡宮。京都縦貫自動車道の高架の横を流れている小泉川を挟んで、光秀軍と秀吉軍が対峙したのが天王山の戦い、山崎の戦いです。短いですが動画をご覧ください。背後から襲われそうでゆっくり撮影できなかったのです。おまけ。知らないおじさんに絶対に呪い殺してやる宣言とストーキングをされた話。石壇上でポーズをとって待ち構えているのが問題の男性。サングラスをかけた50、60代。こんにちは。このクソが。なんか邪魔しました。喧嘩を売られたのでその後数回話しかけるが、私を睨みつけるだけで絶対に返事はしない。もう無視しようと立て札を撮影しだすと背後に回り、このクソが。振り返った時の距離感はこんな感じ。近い。私が無視して歩き出すと後ろで、こいつ呪い殺してやる。そして境内をうろうろ撮影するのですが、何やら呪文を唱えながらずっと後ろをついてきます。ブツブツ、こいつ呪い殺してやる。ブツブツ、こいつ絶対呪い殺してやる。の無限ループ、たまに柏で。私は無視、しかしさすがに背後を取られていると落ち着かない。足音で距離感だけは気にして、本殿で参拝。では実際の音声を、一言だけお聞きください。気分は良いものではないので、自己責任でお願いします。呪い殺してやる。この後、石段を降りたら、男は神社から離れずこちらを監視。ご婦人が道を通りがかったので、聞いてみました。上でこんなことがあったが、この辺りで有名な人か。すぐそこに住んでいるが、そんな人は初めて聞いた。祝日だから観光できたのではと。でも呪いなんて、あなたは大丈夫よ大丈夫。
と励ましてくれて、とても素敵なご婦人でした。感謝しております。皆さん、人気の少ない場所はお気をつけくださいね。あと変な人に絡まれても返事しちゃダメ。呪われますよ。逃げましょう。